委員長、田中君、はい、国民民主党の田中健です。加藤大臣はじめ政府参加の皆さん、よろしくお願いいたします。早速質問に行きます。コロナ対応をどうですね、通常医療に近づけていくのかからお聞きをします。8月2日尾身会長ら、専門家の有志が、政府提言をいたしました。通常医療に向けた、外来、入院調整、感染者の把握、費用負担、濃厚接触の、2段階の工程を示しました。資料の1に、その一覧表として示させていただいております。そもそもですね、コロナ禍で、感染症法をはじめとした法改正のですね、必要があるものと、そうでないものというものが、混在しているかと思っています。これらの提言で、感染症法等のですね、法改正の変更がなくても可能なものというものがあるのかどうか、まず伺います。佐原健康局長。お答えいたします。8月2日に尾身会長などの専門家有志から示されました提言では、現下の感染拡大による医療逼迫の深刻化を抑えるため、医療機関対応、保健所行政対応、感染状況の把握など5つのテーマにおいて、それぞれの取り組みについてオミクロン株の特徴に合わせてステップ1とステップ2と分けております。でステップ1では、専門家有志のこの提言の中にも記載されておりますけれども、現行法や通知解釈の範囲で運用可能な内容がステップ1に盛り込まれておりまして、地域の実情に合わせて国や自治体、医療機関も含め関係各所で早急に検討実施すべきとされております。で、そして適切な時期に種々の法改正や通知の改正を伴うステップ2へ移行すること等を提案したというものがステップ2の中に書かれているものでございます。委員長、田中健君。はい。先ほど来の質疑の中で、例えば全数把握ではですね、十分意見を聞きながらこれから検討していくと。また感染症の見直しについても現時点では具体的なスケジュール言えないとですね、なかなかこの先行きが見えませんでありますから、今回のですね、この提言においても、2類相当から5類の、議論というものもされておりますけれども、法整備が必要なものとそうでないものというものをしっかり分けてですね、ぜひ法整備しなくてもできるというものは、大臣のですね、リーダーシップでですね、すぐに実行をして進めてほしいと思っています。具体的に話を進めますと、そもそもですね、今や、全数調査においては無症状者や保健所に連絡がつかない、自宅療養をはじめとしてですね、この全数把握によるサーベランスですね、この役目というのは今果たせていません。いくつかの施策を通じてですね、コロナの感染を人為的になんとか管理しようとしてきたのですが、これが難しい状況にあるのはもう現実であります。ですから現実に即したですね、対応を取るべきだと、もうこれ散々今これらの委員の中の皆さんも言っていることだと思っています。ぜひお願いしたいと思います。一方ですね、これは今の急激に増えるオミクロン株の対応の量的ですの、対処療法的なものでありまして、これ別の感染症が来たときにです、じゃあ同じような対応でいいのかということはまず別の議論になります。そもそもですね、今回のこの全数把握が困難になった理由というのをですね、どのように分析をしていらっしゃるのかをお聞きをしたいと思います。同時にですね、第7波になってもですね、先ほど池下委員もありましたけど、ファックスでまだデータやり取りしたりですね、手入力で管理するですね、アナログな環境が続いています。また保健所の負担や、また発生届、ハーチの登録の問題、これらの議論もずっとされてきました。散々ですね、提言されて、指摘をされているんですけれども、なかなかですね、もうこの第7波になっても、同じ議論を何度も繰り返していると、なぜこれ、進展してないのか、合わせて伺います。佐原健康局長。お答えいたします。まず専門家有志の提言の中で、ステップ1のところで盛り込まれた事項、例えば患者発生時の届出項目のさらなる削減でありますとか、効果的かつ負担の少ない医療現場における感染症対策、こういったものにつきましては、これまで随時対応してきたところでございます。また全数把握等のところでございますが、こちらについては今年の5月から新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議が開催されまして、全数把握の手法も含め、これまでの政府の対応に関する客観的な評価や中長期的な課題の整理について議論が行われておりまして、6月にこれは取りまとめが行われております。でこの取りまとめの中では、先生からもご指摘ありました、患者の発生届について、当初は保健所がファックスで医療機関から情報を集め集計しており、
ハーシスを導入し改善を図ったけれども、感染が続く中、データを入力する医療機関の負担軽減のため、入力項目を減らすなどしたけれども、電子カルテとハーシスの双方に情報を入力、医療機関が入力する負担があるため、今のような感染拡大期にデータ入力が遅れるといったことが起きるなどの課題、指摘されているところでございます。また発生届により、感染者の全数を把握することにつきましては、今般の BA.5 系統による感染拡大によりまして、新規感染者数が全国的にはこれまでで最も高い感染者レベルになりまして、医療機関や保健所の負担の観点から、これに代わる仕組みの構築などの提言を専門家、あるいは知事会からいただいておりまして、届出時の記載事項の簡素化などを行っているところであります。厚生労働省としては、引き続き医療機関や自治体をはじめとする現場関係者のご意見を丁寧に伺いながら、さらなる改善策を迅速に進めてまいりたいと考えております。委員長、田中健君。はい、ルールですね、説明してもらったのは確かに大切なことなんですけども、それは分かってるんですね、皆さん。で、本当大変だっていうのを分かっていてですね、それを今丁寧にルール聞いていきますっていうのも、それもですね、やってほしいんですけど、そうではなくてですね、もうそもそも今回夏休みが行動制限しないということをもう決めた時点で、感染者増えますし、感染者増えればですね、医療逼迫しますし、それ事前に分かっていたことですから、今さらですね、なんかこのじたばたしている感が見えてしまうのが残念でありまして、単にこの逼迫するまでですね、対応を取らなかったというふうに言われても仕方がないんじゃないかと思います。そもそもですね、今この政府が何を目的にしているのかがなかなか見えないと、伝わってこないという課題から質問をさせてもらいたいと思います。この全数把握においては、先ほど5月からですね、関係者での議論があったというんですが、きっかけは岸田総理が15日にですね、この見直しの検討に着手するように、これ加藤大臣にもですね、指示をしたことから、具体的にこの議論が見えてくるようになりました。これはですね、そもそも保健所や医療機関の負担軽減、今議論が出ていますけど、そのためにですね、行うのか、そうでなくて、そもそも全数調査自体がですね、もう必要ないという認識のもとでですね、議論をスタートしているのか、まずですね、この最初の認識から大臣の方にお聞きします。加藤厚生労働大臣。先ほど申し上げ、先ほども他の委員の方に申し上げたんですが、一つはその感染症自体がここで変わってきている、こうした状況に対応したどういうやり方がいいのかということを普段に見直しを丁寧に行っていくべしというのは基本的にまずあると思います。で、その上にここに来て感染者数の増加に伴ってですね、現場が大変逼迫をし、その中でこの事務負担が大変、大きな課題になっている。ですから、その、中期的なというか、そういったトレンドをどう捉え、このウイルスの変化等を踏まえてどう対応していくのかという話と、そして同時に今申し上げた医療の逼迫、感染者数の増加に伴う医療現場の逼迫をどう解消していくのか、この2つが当然並立していると思いますが、ただ緊急性が高いのはまさに医療の逼迫をどう解消し、あるいは事務負担の課題をどう解消していくのかということだと思いますから、それについては今委員からもいろいろご議論いただきましたけれども、これを踏まえて、丁寧にはやっていかなきゃいけませんが、迅速に進めていきたいと思います。田中健君。はい、まさに加藤大臣、今言っていただいたんですけれども、オミクロンで大きく変わったと、そして中長期的なものをですね、今のですね、逼迫した問題、両方捉えなきゃいけないと、まさにそうだと思います。だからこそですね、今、この医療逼迫しているというのは、コロナのその病態そのものよりも、システムというかですね、社会的なこの扱いに起因するところが多いと思っています。だからこそですね、今のコロナ対策というのは、感染症の抑制なのか、集団免疫を作ることなのか、重症者患者をですね、減らすことなのか、以前はですね、ワクチンできるまでは何とか皆さん我慢しましょうと、また今度は治療薬できるまでは何とかですね、国民皆さん一緒に我慢しましょうというふうにもありましたけれども、これ今何を目指しているのかというのをですね、改めてですね、大臣変わったというのもありますけれども、大臣からですね、今どういう状況にあって、そしてどういうことを目的として今進めているのかというのを、国会にもですね、また国民にもしっかりと伝える必要があると思いますし、どのようにお考えになっているかをですね、お聞きしたいと思います。加藤厚生労働大臣。まず社会経済活動をできる限り維持をしながらですね、その中において、自治体医療機関等の支援を行って保健医療体制の確保を万全に期するとともに、医療への負荷に直結する重症化リスクのある高齢者等を守ること、これを重点を置いて行っていく、この方針は何も変わってないということであります。もっと端的に申し上げれば、やっぱり医療資源を、限られた医療資源をどこに集中していくのか、
まさに高齢者をはじめリスクの高い方々の命を守っていく、そこに集約をしながら対応していくと、そして一方で経済社会活動をこれしっかり維持していく、まあ、この両立を図っていくと、こういうことだと思います。田中健君。はい、時間が来ましたので最後に一問だけお願いします。ワクチン接種についてです。努力義務の話、5歳から11歳の話が出ましたけれども、これ努力義務にした理由はお聞きをしました。具体的にですね、どのように変わるかということだけ一点お聞きをしたいと思います。これまで努力義務でなければですね、各自治体にお任せをして、接種券もですね、その自治体が配るのも配らないのも判断を任していました。さらに言えばワクチンのですね、感染予防効果も長く続きしないということも先ほど委員から指摘ありましたが、2回も3回も打たなきゃならないのかといった心配もあります。努力義務することで具体的に変わる点だけ最後起用させてください。佐原健康局長。お答えいたします。自治体における小児ワクチンの接種事務につきましては、努力義務を課すことによる運用変更を国として特段求めるものではございません。努力義務が課されているかどうかにかかわらず、自治体には予防接種法に基づきすべての対象者に対して接種を勧奨する義務が課されております。その際の接種勧奨の方法として、接種券を一斉送付するかどうかといったことについては最終的には自治体の判断となる一方、国としてはこれは従前通り市町村に対して接種対象者に接種券を送付することを求めているというところでございます。田中健君。はい、時間となりました。ありがとうございました。次に宮本徹君。